岡田監督、痛恨非難に苦言。まっすぐはないやろ。先発村上は6回1試走者なしからオースティンに22号ソロを被弾した2球目の149キロ直球を仕留められ右翼席へ。これが決勝弾となった。岡田監督は試合後、まっすぐはないやろと村上と坂本のバッテリーの配球に不満の様子。先日も2安打1打点のオースティンにやられ、いやもう一緒や、昨日と力勝負では勝てんて何十回言うてんのや、と苛立ちを隠せなかった。1点を追う6回には5番に起用した井上にプロ初アーチが飛び出した。先発左腕東から同点弾。これには指揮官も、おーん、初ホームランやろ、そら答えたけどな、と評価。チームについて選手が萎縮してしまっているかの問いには、そんなんないやんか、俺が一人カリカリ怒ってるだけやんか、あとは何もないわ、と語った。これでほぼ優勝の可能性は消えましたね。最近はバッテリーの苦言が多いけど、かたくなに坂本、梅野を使い続けるのは、やはりタイガースの捕手はこの2人が中心となるべきと考えがあるのかもしれない。坂本の構えはアウトコース低め、ストライクが取れたらラッキーというところ。そこから村上のストレートが少し浮いて中に入ってしまった。何回も同じことを繰り返すなら、2軍から若いキャッチャー当てて使えば。中川は送球面とか捕手としての守備面が課題みたいだが、梅野も坂本も盗塁させないのは変わらないし、二遊間も遠藤、高寺試してみれば。お疲れ様でした。大好きな阪神タイガースを今年も全試合応援しています。アレンパへの光はほぼ消えてしまいました。数少ない残り試合、ここは指導者選手一丸となってなり振り構わず猛追してほしいです。優勝どころか CS も危うくなってきたな。井上のプロ初アーチまでも空砲にしてしまうほどチームは弱い。村上坂本バッテリーはどうしてまともにオースティンと勝負したりするんだろう。ずっとオースティンにやられっぱなし。やはり助っ人野手がいることは強み。上で去年の日本シリーズ優勝の立役者ノイジーを残留させたが、ここまで使い物にならないとは想像だにしなかった。そしてミエセス。そんな村上攻めても仕方ない。オースティンが一枚上手ということですよ。こんな外人がいたら本当に心強いし羨ましい。他球団はオスナ、サンタナ、カリステ、ヘルナンデスがいて、タイガースはノイジーにミエセスには笑うしかない。岡田が動画見て決めたこの2人は2軍でも打ってない。いやポケット坂本と言いながら未だに起用してる岡田さんの問題だろ。梅野と坂本のどちらかの選択肢しかないのがおかしいんじゃないの。どこも3人捕手を使ってるところが多いよ。何回も言うけど中野はなんで初球ストライク必ず見逃すの。佐藤はボールが見えてないのか。ストライク見逃した後は大体クソボールを振ってる。バッティングが適当すぎ。全体に速球に振り遅れ、チームは重傷やな。井上の活躍が影を潜めてしまったけど、2軍で一番打ててる選手を上がるの遅かったかもな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。